みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。エースが凱旋する、パリ五輪で男子バレーボール日本代表のキャプテンを務めた石川祐希、28。その石川が所属するイタリア一部、ペルージャが来年10月にも、SV リーグ、サントリーサンバーズ大阪と日本で試合を行うという。サントリーには人気選手の高橋愛、23が所属している。 気合が入って脱いじゃいゃました。今月20日サントリーの栗原圭佑 GM ら関係者がイタリアを訪問その後ペルージャの印会長が試合後にパートナーシップ契約締結を発表したパリ五輪で注目度が急上昇した男子バレー準々決勝で強豪イタリア相手に善戦したことが一つの要因だがその一戦は平均世帯視聴率23.1% ビデオリサーチ調べ、関東地区で、パリ五輪の日本代表出場試合で最高だった。その予定を勝って、バレーボール協会は今月11日、SV リーグを立ち上げ、開幕戦は地上派でゴールデンタイムに生中継された。開幕カードに高橋のいるサントリーと西田裕二24の所属する大阪ブルテオンを据え、チケットは即完売。しかしか 世帯平均視聴率は3.8%同に終わり、19日の箱根駅伝予選会の視聴率8.2%同に遠く及ばなかった。バレエは以前からチームを応援するいわゆる、箱工し、よりも特定の選手を応援する傾向が強い。チームスポーツとしての、歪みを指摘する声もある。石川の日本凱旋プランも、その人気の高さを当て込んだものだろう。 石川選手がここ SV リーグが一番だと思って帰ってくれば成功 SV リーグの船出を前にタイガチェアマンは好展望を語っているが石川が本当にそう思うためにはリーグの活性化は不可欠だバレエといえば男子バレエ日本代表の将来は決して楽観視できるものではないすでに危険な兆候が現れていて 金メダル級の人気はパリ五輪がピークという見方もある。一体どういうことか、今、何が起きているのか、黒丸関連記事、もっと読む、では、それらについて詳しく報じている。どう思いますか気に入っていいいたただけると嬉しししですまま次回お会いしましょう